い、こんにちは。日本改革党、靴沢です。鈴虫文月様、吉達様、ホイミー様、玉のおばちゃん様、芝和夫様、にゃおにゃお様、桃太郎様、小島様、サイバスター様、秋彦様、白ののの様、ゆうすけ様、池田様、友、星投資家様、ニコル様、ふみふみトット様、チャル様、マロマロ様、ハスタマーナナ、ハスタマ737様、ナバル様、ノブハル様、マセイキ様、オズイチ様、シンチトセ様、トヨミ様、タカヒロ様、マサ様、ハグホグショッチャン様、クソタマピューホ様、大杉さん様、ジャジースリー様、アウェーエー様、カルフール様、クミコ様、ミドリ様、アキコ様、ジュアル様、ヨウイチ様、カズキ様、シニユキ様、パパサンコ様、スミエ様、仮想狂人ギャグマンジ様、ネズミ様、ネコッチュ様、タロ様、日本520様、アキ様、大木アキピッピ様、ムネタロウ、ソウタロウ様、マッコイ様、スマホジージ様、タヌ様、国体名帳様、アキコ様、カナコ様、ブンブンお注射いりません様、白黒、東京様、アントキノミュー様、ケイママ様、ナポ様、ヒロミ様、チエコ様、トンベイ様、マツテツ X 様、ヒデノイ様、ジョー様、ダガン様、キヨシ様、チエミ様、ノボル様、バルカン様、オガノヤマ様、サトコ様、ヒロフミ様、マサユキ様、ケッカオーライ様、ツヨシ様、モダンヤキ様、ケイ様、プースケ89様、ネコさん様、アトレ様、ミロ様、アヤコ様、シノノメ様、マルヒデ様、ゆうき様、ひさ様、しのぶ様、生ハゲの息子と姉様、哲夫様、ひろし様、愛子様、たみえ様、のぼる様、としなが様、かおる様、れいな様、あきお様、すいま様、すいりまほう様、ゆうにん様、チャーリー様、かずます様、じゅん様、しょうまんぽじんさん、ま、やまだま様、あきかず様、わたる様、のりした様、とくめい様、おず様、ワイドスノー様、きょうこ様、ひろす様、ペッペ様、シャドウガーデン様、まさひろ様、かつや様、橋口こいし様、日本人ですよ様、こいし様、なおす様、キングケニー Z 様、みみみ様、まさひこ様、関様、たぎひこ様、ひるゆき様、原様、みどりんりん様、青葉様、森まこ様、しげふみ様、すずむ様、まけるな様、るろうの番組様、MT 様、ひらみ様、びんすけ様、ぴんすけ様、トッポ、雑書のくま様、森田、まち様、ペゲ太郎様、まさし様、三島こてつ様、けフラット様、村田大輔様、本ちゃん様、ホッシー様、ヨネアンさん、ご支援ありがとうございました。皆様のご支援、ありがたく頂戴して、河野太郎との法廷闘争資金にさせていただきたいと思います。何度もご支援くださった方、初めてご支援くださった方、誠にありがとうございました。メール党員忘年会、今日の夕方やります。申し込まれた方、お忘れなく、ご応募締め切り、だいぶ前になったんで、お忘れになってる方もいらっしゃるんじゃないのかな、心配です。世間というか、2ちゃんニュース速報はずっと、松本ひさしネタが、投稿一中勢い1位であります。で、他が霞んでおります。現在総投稿数は10万2000超え。これも真相がよくわかんない事件ですね。そもそも芸能界ってワニがいる川だしね。まあ、危険がいっぱいですよ。河野一族は中共の犬と書いて河野大臣に訴えられたことが2ちゃんのスレッドになっておりました。そこに寄せられた意見です。聞いてるってこと。これは事実陳列罪案件。とことんリーダーに向かないタイプだな。本当の言われると怒るね。もし敗訴したら、司法のお墨付きで中国の犬ということになるのでは、聞きすぎやろ。事実でも名誉毀損は成立するからな。親中派なのは間違ってないだろ。中国に会社も出てるんだから中共の犬だろ。沸点かなり低いよね。今更犬でもいいだろ。河野の小物感、聞きすぎだろ。本当のことだから切れたんかな。権力者がすぐ訴えるのはどうなんだろうな。河野太郎が顔を真っ赤にして怒って私を訴えたかと思うと沸点の低さに驚くとともに全くの小物ですね。多分小さい時からですね、あの大物議員の息子と甘やかされて
我慢や自制っていうのを知らずに育ったんでしょうね。太郎の小物っぷりを暴くことができたけれども、批判して、よかったというもんですね。日本大使は中国に3つも子会社あって、河野太郎に年間400万円も寄付できるほど儲けてるんですよ。で、傭兵が筆頭株主で、太郎が次席株主ぐらいで、社長が弟ね。弟が社長、太郎の弟が。中国で商売やるには、中共の犬じゃないと不可能なんですよ。中国共産党が気に入んねえなこいつって思ったら、アリババみたいに巨大なとこでもすぐ潰される。批判を許さない権力者を独裁者って言うんですわ。何にしても総理にしてはいけない男ですわね。成田悠輔、アメリカエール大助教授、日テレの深夜番組に出演、司会の古たち、民放のニュースは今後廃れていくのか。成田、もう廃れてますね。完全に失敗してる。50歳以下の視聴率を優先し、これはどういうことかっていうと、50歳以上は物がもうあって買わないから、購買意欲が低いからですね。信頼や権威といったブランドを放棄したのが大失敗だって、もっと言ってやって言ってやってももっと言ってやって、世論です。利害関係で報道しない自由を発動しているから、日本の報道は昔から死んでる。何を報道するかを局内の数名で決めているから。音楽もドラマも終わってるからバラエティだらけになったしな。ジップとか朝から韓国ぶっ込みか食い物ばっか。いくら深夜とはいえテレビは大失敗って言われちゃ冷や汗でしょうね。まあ連中に改善する気は全くないですけど、もし安倍総理がですね民間人を訴えてたら、権力者が何やってんだってトップニュースになったと思うんだが、河野太郎が訴えても一切報道しない。テレビと河野はですね、利害関係を同じくする、まあお仲間なんでしょうね。NHK スクランブルやっても報道しない、安倍総理国葬反対集会だったら、たった5人でもテレビニュース。そこに信頼やら、権利、権威なんてものないですよ。12年前のフジデモから、もともとそんなもんは存在してなかったんですよ。最近やっとテレビ報道しなかったものは、なかったことにできるっていうのが薄れてきてね、連中も慌ててることでしょう。嘘を報道するとね、すぐ一般人に突っ込まれるしね、かつては一般人がおかしいな、間違ってんなって思っても、発表の場なかったもんな。けれど今は、ツイッターその他で、光の速さで突っ込み入りますからね。デニーの職務放棄で、辺野古基地工事承認を国が大執行したことについて、鳩山由紀夫76歳、沖縄県民の意思に背き、辺野古の軟弱地盤の広がる地域で工事が始まる。国に従うだけで、沖縄県民の声を聞く良心はないのか。辺野古一点はですね、鳩山内閣が決定したんだぞと、ツッコミ殺到。もともとバカで狂ってるのがボケると、そりゃ大変なことになっちゃいますね。世論です。自分のしたこと忘れちゃったの？沖縄県民です。あなたがそこに決めたのでは。トラストミーとか副案があるとか言うてたやん。ここまで混乱してんのはお前のせいだろ。下手な芸人よりおもろいよあんた。散歩で忘れるんかポッポだけにっていう書き込みもありました。沖縄県民の声を聞く気はないのかって、デニーの最高裁判決に従わない職務放棄がですね、沖縄県民の声とは思えないんだけど、普通の県民は判決や法には従うんだしね。百田さんみたいに日本に必要な人は癌になっちゃって、こいつみたいな有害なのは76歳なんだけど元気なんだよな。世の中うまくいきませんな。相変わらず共産党を牛耳ってると噂の不破哲三93歳で元気だもんね。この大執行は史上初だったが、これが今後は普通のことになると、パヨの地帯闘争にとって脅威となるらしく、日経新聞が批判。沖縄県との対話を深めず、初めて大執行という最終手段に頼る事態に至ったのは、国と地方の関係における汚点であり、政府は反省してもらえて、なんだその上から目線はって、書いたやつ誰だって話なんですけどね。世論です。話の通じないやつと対話しろって、判決に従わない方が悪いわ。俺の言う通り以外は認めないという相手に、どうしろ。裁判に負けたら対話しろって都合良すぎる。反対は有権者の3割だけだっただろう。左翼の汚らしさが見える。日経のレベルも随分落ちたな。現代、日韓現代がと思ったわ。岸田政権は沖縄と
対話を深める努力をせずに大執行を踏み切った、反省しろって言ってるみたいなんですけど、できないものはできないって対話を拒否して提訴したのはデニーでしょ、最高裁で負けたのはデニーでしょ、地裁でですね法治をおびけやかす公共の利益を損ねているって認定されたのもデニー、全く擁護できる点皆無なんですけど、こういう経緯知らない人が日経に騙されるんだろうな、国は対話を怠ったんですね、今は随分減ったと思うけど、日経の本社どこにあるか知ってますか？大手町のあの経団連本部の隣なんですよ、パヨってあの中国韓国にこびてる、記事の日経の記事、経団連のおじいちゃんたちは信じている日経だからっつって、2010年から2015年頃の日経のですねバスに乗り遅れなーっていう記事に騙されて、どんだけの企業が中国進出して中共の犬になり下がったことが、日経はその責任全然取らないしね。その他のニュース、市民グループコムスタカ外国人と共に生きる会が肥後銀行に申し入れ、マネロン対策が厳しすぎる、外国人が口座を作る要件を緩和してくれ、どうやらマネロンしたいご様子ですね、うっさんくせえ団体だな、本人確認のため在留カードを窓口に持参しろっていうのに文句言ってるみたいなんですけど、日本人だって保険証やら免許やらマイナカードないと口座作れないんだよ、何言ってんだ、なおですね肥後銀行は金融庁の指導で行ってるんでどうにもできない、金融庁の指導に逆らったらどうなることか考えるだけでも恐ろしい、コムスタカはちなみにですねフィリピン語でお元気ですかって、意味だそうであります。他のあの劣悪な炭鉱内部を軍艦島のものとして放送した50年前に NHK に元住民の中村陽一さん85歳が面談を申し入れ、 NHK の回答は恐れながら辞退させていただきたいと考えております。これを拒否、面談を拒否、申し開きや言い訳不可能って考えたんですかね。嫌なことからは徹底的に逃げる自称公共放送と、公共でもなんでもないよね、自分らで公共だって言ってるだけでね、日本の国土に占めるソーラーアパレル面積の割合が世界一になってしまいました。発電量は世界3位だって、つまりあの国土の何パーセントがソーラーパネルっていうのの、パーセンテージがあの世界一になっちゃった、河野太郎と太郎の恫喝に逆らえなかった環境省がゴリ押しした成果ですかね。日本端子もさぞかしも多かったことでしょうね、木を伐採しまくって設置するソーラーのどこがエコなんだ全然わかんない、20年後の廃棄物の山が見物ですわ。責任取らせたいけれども河野太郎はその頃生きてっかな。ドイツボンダイオン研究チーム発表、スーパーマリオオデッセイの週3回プレイでうつ病患者の半数の症状が劇的に改善、専門に開発されたリハビリソフトの成果を上回った。へえ、それに対する反応です、ガチのうつはゲームやる気力も起きないから、それ別にマリオじゃなくてもよくね、など、現実に疲れて鬱になってるんだから現実逃避できれば何でもいいんでは、バイオハザードでも何でも、何にしてもあのボン大学には熱烈なマリオファンがいそう、でないとわざわざ研究しませんね、マリオを題材に取り上げませんねという、うつ病患者にマリオやらしてみっかって思いつかないよね普通、というわけで、忘年会申し込んだメール党員の皆様お忘れなく、皆様もメール党員になってください。動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからご登録ください、河野太郎との戦いはこれからだ終わりみたいなそんなあれですけれども、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。